ズバリ大きく違うのは DJ がいて外で競技されるっていうのが 3x3 なので、ね、音楽がこうガンガン鳴っている中で、まあ、お客さんもノリノリで見れますし、買い物ついでに見に来たりとか、そういったお客さんにもぜひ来てほしいですね。もう選手も本当に観客も本当にこう一体として盛り上がれるスポーツだと思っているので、シュートが入ったウォーで全然いいと思うんですよ、ね、自分は。こうやって街中であのすぐコートを作って、通りがかる人とかバスケットに興味がない人にでもこうやって目に入る機会っていうのは他のスポーツにない形だと思うので、そこが一番いいと思います。観客選手が一番近い競技だと思うので、それを楽しんでもらえたらなと思います。3対3で激しく体をぶつけ合って、バスケットする。攻守の切り替えが早いってことですかね。チームプレーをぜひ見てほしいです。もうみんなバックグラウンドがそれぞれ違っていて、その多様性が醍醐味だなって思います。観客も多くて最高です。敷居が低くやっぱみんなに見てもらえるエンターテインメント性があるなってすごい思います。すごい楽しいです。チームのみんなで強く、面白く、そして可愛く頑張ります。まあ、ブーイングとかも正直もろに聞こえるくらい本当に距離が近いので、応援してくれる人の声もすごい聞こえてくるので、モチベーションにもなりますし、もうどんどんやってもらいたいなっていうのはあります。体のぶつかり合いも自分は得意ですし、そのクラッチタイムの残りこれを決めれば勝ちだっていう試合をこうぜひ見てほしいですよね。